いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、マツダの、新しいデミオ、こちらのディーゼルモデルに試乗してきました。今回はですね、新開発された 1500cc の、ディーゼルモデルということでですね、どうだったんでしょうか。ガソリンは結構私の中で好印象だったんですけれども、ディーゼルはどうだったのか、どうぞ資料をご覧ください。ちゃんと前音声が入んなかったんで なるほど。まだ冷えてるのにアイストップするんですね。もうすぐそうに。ですね、はい。なんかギクシャクした感じがするような気がしますね。ガソリンの方がなんとなく、ですか？そうです。なん か、はい、まあ、ガソリンとスムーズですけどね。エンジンブレーキもなんか急にガクって効くような感じ。ディーゼルは、はい、エンジンブレーキ効きやすいですから、はい、ガソリンと比べると、そうですね、まあ、下りははい、エンジンブレーキ効かせて走れますけどね。まず乗り始めて気がついたのが、ガソリン車にはない、これ何でしょうね、制御の違いなのかな。ちょっとカクカクした感じ、進むのはスムーズなんですね。実にスムーズなんですけれども、何て言うんだろう、ちょっとやっぱり動画の中でも言ってますけど、ギクシャクした感じがするんですよね。いきなりガクーンって急ブレーキ、エンジンブレーキがかかるような感じ、それがちょっと、あれって思うところではあります。まあ、気にしなければ気にならないレベルなんでしょうけど、まあ、前のガソリン乗ってるだけあって、どうかなっていう感じはしました。アクセル離すと、はい、やっぱブレーキが、エンジンブレーキがグッて入ってくるんですそうよですね。ね、はい。ガソリン車と比べるとやっぱりエンジンブレーキが強いです強いですから、ね。はい。
そうですね、はい。オートマチックはあのトルクバンドがマニュアルと比べて狭いですから、はい。頑張ってる感がある感じとは違って、もう本当に排気量がある車のように、うね、はい、トルクで走っていくという感じになりますよね。楽な感じがしますよね、はい、あまりなんか坂を登ってないような感じしますけど、登ってる感じしますかね、しましたかね。結構坂を上がってきてはいるんですよね、でこの急坂を、まあ、あんまりディーゼルなんで、まあ、回転数上げずにスルスルスルって上がってきちゃって、でたどり着いたのが、実はホンダの研修所があるところっていうね、ちょっとブラックなジョークなんですけども、ここからねワインディングに入ります。ではワインディングの画像をどうぞ。足が硬くなってる気がしますけど、ガソリンと比べてですか。はい、なんとなくタイヤは大きいからかな。そうですね、まあ、アルミ16インチになってますんで、はい、タイヤ少し薄くなってますけどね。ディーゼルのあとはエンジンが少し重いですから。あ、ですね、はい。一番トップのとこ、だいたい標高 400m ぐらいまで上がってきてるんですね。で、ところどころ、街並みが見えます。ここ結構絶景スポットで有名なんですね。で、走った印象なんですけれども、ガソリンエンジンに比べてやっぱりちょっとディーゼルエンジンなんですよね。ディーゼルエンジンなんで正直だるい感じは抜けてないかなっていうのがあります。16インチアルミを履かせてるからっていうのもあるんでしょうけど、やっぱカメラのブレ方を見ていただけても分かると思うんですけど、結構ね硬めになってるような気がするんですよね。まあ前のちょっと感触忘れつつもあるんで何とも言えないんですけど、だいぶ足回りが硬いような気がします。で純粋にね、1300のモデルから1500のディーゼルモデルだとジャスト100キロ重いんですよね。
まあ、それは、まあ、エンジンの重さだけじゃないフロントの重さだけじゃないと思うんですけれども、あのそれがあのこのワインディング8って結構如実に出てたと思います。これ持ってるだけで大丈夫ですよ、はいはい、平均燃費見ると18とかいってますね。ああですかね、はい、あ30走るんですよね。カタログ値オートマチックは 26.4 ですね。はい、そこそこマニュアル。今回ディーゼルを試乗してみて、思ったことなんですけど、最初エンジンを起動させた時の冷えてる状態でのガラガラ音の遮音性ですね、これがちょっと低かったかなと、
今までのアクセラとかアテンザの方がまだ遮音性は高かったかなと思います。それが1点。それと、街中での激しゃく感、この辺りのスムース感はね、あのガソリンの方が全然あると思うんですよね。まあ、これが2点目で、まあ、ワインディング走ってみてですけど、これはあのあんまり気にするレベルではないんですけども、強いて言うなら、うん、ちょっとやっぱり足が重たい、ハンドルがちょっと、なんだろう、ハンドルの切れ角に対してあのカーブの持ってき方が、あの車の入り方がちょっとだるい感じがするかなっていうのが1点ですね。ただやっぱりね、ディーゼルならではのやっぱり加速、あのいつの間にかね結構スピードが出てしまってるっていう、ね、反省しなきゃいけないとこですね。はい、がやっぱり大きな魅力ですし、やっぱりね、燃費で 26.4 1500cc で、もともとディーゼルっていうのは燃費がいいエンジンですし、低回転でしか回さないのでね、理論上あのトルクが稼げて、トルクがいいってことはあの燃費も良くなるってことなんで、まあ、当然の摂理といえばそうなんですけど、それをさらに昇華させたマツダっていうのはすごいなと思いますね。で、やっぱりこのマツダデミオクリーンディーゼルテストドライブ、どこの店舗でももうやってるような感じです。あの我が町、我が田舎の町でもちょっと2台ガソリンとディーゼル2台用意して、あの取り比べができるようになってますので、気になった方はぜひ乗ってみてください。じゃあどうぞ、動画をご覧いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。